いくつになっても、どんな状況であっても恋はできる。そして恋は自分のエネルギーにもなるし、相手にもエネルギーを与える。こんにちは。アメリカの機能性学の認定医の内科医の松本明子です。今日はいつもとちょっと違うお話です。最近私の知人が亡くなりました。友達というほど親しかったわけではないのですが、短い彼とのお付き合いの中で、いくつになっても、どんな状況になっても恋はできる。そして恋は自分のエネルギーにもなるし、相手にもエネルギーを与えるということを実感したので、その話をしてみます。私は去年の夏、グレゴリーに初めて出会いました。彼は私の家から歩いて15分ぐらいのところにあり、散歩の途中であまり通ることのないところにありました。そこで彼は庭の手入れをしていて、私と寺がそこに通りがかったのでした。アメリカの小さい町では歩いている人が非常に少ないので、人とすれ違うことがほとんどありません。ですので、すれ違った人とはほとんど必ず挨拶をします。その時も私は挨拶をしたのですが、彼の家で飼っている猫を追っかけて、テラが庭にどんどん入り込んだので、彼としばらく話をすることになりました。ちなみにテラはリードをほとんどつけずに散歩するんで、その時も猫を追っかけてバッと入っていっちゃったんですね。まあ、あんまりないんですけどね、そういうのね。よくあるかな。まあいいや。彼はボロボロのシャツを着て、酸素を吸入しながら枯れ枝を拾ったり丸太を運んだりしていました。時折息をハーハーさせながら、話の折、あんた若いね、いくつじゃ。私53だよ。そうか、まあわしより若いけ。若いのは若い。わしはいくつに見えると思う？75歳くらいかなと思ったんですが、67歳くらいと聞くと、わしは62歳なんじゃ。4年前から肺がんの治療をしていて、今も抗がん剤の治療中。もう骨転移もあって全身痛いんじゃ。でもなんだかとても楽しそうに話してるんですね。最後に、あんたと話をするのは楽しい、また来てくれと言われました。それから何度か彼の家の庭で会いました。時には84歳になるお母さんもご一緒でした。でも秋になって庭仕事をする季節でもなくなり、家の前を通ることはあっても、あるいは家のドアの前まで行くことはあっても、まあドアをノックするまでじゃないよねと勇気が出なかったこと、それに尋ねても生きているという確証もなかったので、結局はドアをノックすることなくずっとお会いすることがありませんでした。そして年末、またその家の前を通った時に、まだ生きてるかなとちょっとドキドキしながら、ついに勇気を出してドアをノックしてみたんですね。そうするとお母さんが出てこられ、ずっと会いたいと待ってたんですよと。もう歩くこともままならず、足はひどい浮腫で、ちょっと動くのもしんどそうでした。多分胸水も溜まっていたんでしょう。ベッドに犯罪といって、まあ、座ったようなもたれかかるような感じで座っていました。骨に転移したとこが痛くてさーって。でもすごく楽しそうに話すんですね。そして来てくれてよかった、会いたかったよと。お母さんもまたぜひ来てくださいとおっしゃいました。それでまた散歩の時に何度か尋ねました。私は彼の名前をそこで初めて覚えました。ある日お昼頃にお見舞いに行った時に、顔を出してすぐ帰ろうとしたら、なんですぐ帰るんじゃと言われたので、家で主人が待ってるからと言うと、あんた結婚しとったんか、そんなこと一度も言わんかったじゃないかと言われたんですね。え、散歩で出会う人にいちいち既婚者とか言いませんよね。まあそう思ったんですけど、それからもまた何度かお見舞いに行きました。そしてある日の夕方、私の主人ですね、フロとテラと一緒にグレゴリーの家の前を通りかかった時に、結構遅い時間に車庫の電気がついていたので、何かあったのかなと思って翌日訪ねてみると、お母さんと別の息子さんがおられ、昨晩病院に連れてったんだよとおっしゃってました。それで私はその日のうちに、以前一緒に撮った写真と私の写真を印刷して病院に送りました。その後しばらくしてホスピスに移った後、亡くなったそうです。亡くなった後、グレゴリーにそっくりの妹さんに初めてお会いしました。彼女が、いつもあんたの話聞いとったよ。今回の話を昔からの友人にして、もっと早くノックしてたらよかったかなと言ったら、そしたらもっと長生きできたかもねと言われました。まあそれはおこがましいかもしれないけど、グレゴリーにとって私はちょっとは生きる楽しみになってたんだろうなと思います。
私の手紙がグレゴリーに届いたかどうかは分かりません。でも きっと満足して亡くなられたんじゃないですかね、と友達に言ってもらいました。そしてその人とのやり取りを通して改めて、いくつになってもどんな状態になっても恋はできる、そしてエネルギーが出ることに気がつきました。そしてそのエネルギーは移動します。私もグレゴリーからたくさんエネルギーをもらいました。いつ会ってもいつも嬉しそうだったから私も楽しかったです。私もグレゴリーの小汚い顔を思い出すとなんだかほんわかします。こう言うと失礼ですけど、やっぱ病気でひどくなるとお風呂にも入れないし、汚くなっちゃうんですよね。まあ本当にもともと庭で会ってた頃も、まあ、庭仕事してたからかもしれないけど、小汚いシャツ着てもちょっとこう洗濯専門会っていう感じがしたぐらいなんですけど、まあそのグレゴリーの小汚い顔を思い出すとなんだかほんわかします。もう一つ、これは多分70を過ぎておられる私の友人の話ですが、奥様を乳がんで亡くされた後、すごくもうなんかすごいしょんぼりされてたんですよね。奥様が亡くなって 3,4 年ぐらい経った後、昔のお友達にたまたま出会って、それから恋をしているということをおっしゃっていました。サザンカの恋なので、まあ、つまり人妻ってことですよね。サザンカの恋なので一緒になれるわけではないけど、彼女に会うようになって糖尿病のコントロールが良くなってきたんだよって。やっぱこれも恋のエネルギーですよね。というわけで、いくつになってもどんな状況であっても恋はできる、そして恋は自分のエネルギーにもなるし、相手にもエネルギーを与える。命短し恋性乙女だけではなく、命ある限り恋性乙女ですね。もちろん不義の恋をどんどんせよっていうのではありませんが、死ぬまで恋心を持ってエネルギーを自分自身や相手に与え続けたいですね。ちょっと今日は締めた話になってしまいましたが、今日も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。